暑い。暑いっすね。今日は盆休み。盆休みの仕事か。14です。14。はい。仕事。仕事です。なんで？なんで？無茶ぶり？まあ今盆休みでも仕事ある大変だなお前ら。そうですね。休みなしか。でも毎年僕盆休みなしで、うん、大体 YouTube 撮りに来られたと思うんです。去年も？去年もだあった気がするっすね。あでもあれだね。だからうちあの塗装班、シール班、足場班っておるもんで、盆明け塗装班がスタートしたいんだよな多分。そうですね。塗装チームが動くもんで盆の間にで休みずれるんじゃないの？その代わり盆明けがちょっと暇でみんな休めるっちゃうの。いや別にそういうわけではないですね。結構あるの。今年は繋がっとんの。そうですね。一時ちょっと暇っちゃったもんな。そうですね。5月6月かコロナの影響と雨で、はい、ちょっと暇あったけど、まあ今ちょっと忙しいみたいなんで、早速ちょっと今日は真面目にシーリングの話を珍珠ちゃんが解説したいって言ってるんで今日試着ですしたいんだよお前は俺の目見たら分かるだろよく見ろ自分の気持ちを。解説したいっすだろ、はいはい、これは何ですか。これシーリング材ですね。シーリング材、うん、はい、変性シリコン。変性シリコン、はい、あ売れたんじゃないね今なんか。まあどっちもどっち。まあはい、営業が見積もりでこれでやりますって言って、うんうんうん、取ってきたんで、まあ、今回は変性で、はい、まあ、仕様があるんだ。そうですね。でこれあの攪拌機って言って、これちょっとさ見づらいかもしれんけど、結局これで2液で混ぜるんだよなこれ。まあこれ今これ入っとるやん、うん、これでシーリング材に混ぜてやーってかき混ぜて、で何分ぐらい混ぜるの。変性シリコンだったら6分か7分ぐらい。6分7分。10分は回した方が。10分。6分7分6分か10分ぐらい。あでもう夏だもんね。もうすぐ乾いちゃうだろう。すぐ固まっちゃうんですね。ああ今もうこれ結構回しようやな。いやもうそうですね。長い分にはいいの。長い分には別に問題ないです。回しておー硬化剤入れとかで固めることでやっぱ物も長持ちするとかいろいろあるんだ。そうですね。1液の方がいいっていう人もおるけど、まあ、2液の方がいいだろう絶対。2液の方がいいんじゃないですかね。シャンプーでもそうだもんな。シャンプーインディンスの方が絶対良くないかなやろうそれはやっぱシャンプーとリンスって別々じゃん。まあ俺使わんけどボディーソープだけど全部頭もあるまあちょっとじゃあ実際に現場行ってやってみようか。これ何実際、ま、窓は撤去したのこれ。窓はそうですね撤去してますね。でここは撤去してるわけだろ外壁は。まあこれ上もあるよね。はい。で ALC だもんね。まあ普通通常は撤去してるよね。何回目の塗装かによるっすね。前のシールがスラスラになっとったらまあ修理しても意味がないんで。あだから今回打つもんね。今回はこんだけへこんどるんで、うん、まあ修理しても、ね、へこんどるからまあいいよってことやな。実際にね ALC でもやっぱ撤去しとる業者もおんの。撤去する業者も多いっすね。これはでも ALC で、でも意味ねえでしょ。いや厚みが新しく取れるんで。あ前のシール取ってでもこれだと十分つくもんな。これだと十分つくんですけど、例えば塗装がもう前1回工事取って、うん、で今回スラウジ仕上げるじゃないですか。うん。で2回目の工事ですか。ああそういうことな。1回目で撤去するところはあんまり少ないだろう。まあよっぽどないと思いますね。よっぽどたまーにおるけどな。お客さんで俺の営業やってる時どうしても撤去してほしい。ちょ通れんっつうのって通れんっつうのってここはやっぱ窓周りだもんね。2カス取れんもんで、ここは今撤去されて、これ中のこのスポンジが見えとる状態映っとる。これ今スポンジの状態、これ中見えるんだわ。これ何バック材っていうの。バック材。バック材だな。まあ、なんでこのバック材があるって言って、まあ、なんぼでも奥入ってっちゃうもんで、ね、スポンジで止めとくみたいな。と、三面接着。あ、三面接着、あ、そうだね。させないためなんですけど、うん、まあ、これ何回も言ってるんで知ってると思うんですけど、三面接着って、これ、くたにくっついたらあかんだよな、ね、シーリングが。三面だとすぐバキッっていっちゃうもんで、ね、両方だとこう、伸び縮みするから、で、奥はこのスポンジにくっつけちゃうんだよな。そうですね。そうだ、そうすると伸縮性が出せるもんで、ね、はい、機体の揺れについていくってことだよな。そうですね。はい、だから実際にちょっとここ、打って見せてよ。何でその顔やるが社長だ。社長です。社長が社長だろ。はい分かってるな。あ、もう終わっちゃった。終わりました。突っ込む前はちょっともうちょっと 上はどうするの。あの脚立か。脚立使って、あでこれがまあ実際に今 ALC、まあ、これ鳴らす作業だよね。そうですね。鳴らしまでちょっと一緒に見せてくれ。ああこう鳴らして、まあこれちょっとね上下やってないだ本当はいかんけど、で実際に今じゃあこれじゃん。はい。あ、まあ、まだ終わってない。今が仮押さえ。あ、今さっきの仮押さえで、でこれはもう全面全部こうやってやっていくわけだな。はい。そうするとこの柄は出んよな。
そうですね、うん、ABC のメチもそうだけど、はい、だからもしつけようと思ったらもう一回全部拭き直すしかないよな。そうですね、上からな。でこれってまあ実際にやるじゃん、はい、これじゃあちょっと増し打ちの部分もやってくれ。今あれは何、打ち替えだな。打ち替えです、ね、うん、でこれ今今回は窓周りだけは ALC でも打ち替えますっていうね。でサイディングの家はもうほとんど全部打ち替えだな。サイディングは100%、 もうメチも 100% 打ち替えだな、はい。逆に窓周りが増し打ちの時もあるんだよな。そうですね、くぼみが取れたサイディングは、うん、でこれ LC だもんね、もうくぼみがないからな、はい、このサッシクリアみたいなのがないもんな、こういうふうに上から見たらこういうところがあると打てるってことだよな、はい。で実際ここはもう増し打ち、ちょっと見せて。これプライマー塗っとんの？これ全部塗ってあるです。ああ塗ってあるんだ、はい。ああなるほどなるほど、ツッコミどころがないわ何回もこの動画もやってました。ちょっと鳴らして鳴らして、はい、今これで鳴らす作業だ。まあね、打ち替えでも鳴らしはもう変わらん。変わらんすね、仮押さえして、まあ、うん、上から仕上げで、うん、今仮押さえしてこれが仕上げだ、はい。だから実際はこれはまあもちろん全部やってやるんだけど、これさ今紙テープ貼ってないじゃん、はい、貼るとどうなんだろう。ちょっと一回そこ 見たいな。実際これ紙テープなしで貼っ、あの打っとる状態で、これやっぱこういう風にはなるんだよね。だけどこれ紙テープ貼ればある程度このハビタはでんけど、じゃあこれね今こうやってすごい目立つけど塗装したら分からんもんな。分からんですね、まあ正直、まあ多少は違う。でも確かにこれだけのことを全部紙テープ貼っていこうと思うとすごい手間だから、今こうやって貼っとってもまあ今1、2、3メーター貼ったみたいなもんだよな、はい、3メーターないよな。3メーターないですってことはそれだけのやっぱ工賃もらわなかったから、ちょっと実際にあな、おお、まあここまでは変わらんわな、はい。ちょっと待ってます、うん、こっちもじゃあ紙テープバージョンだ、はい。あこっちに貼るの貼るから。そうですね、あ逆にもう一個逃げずに。新築の場合だと多分 LC の中澤仕上げるもんでこっち貼るんですけど、うん、回収なんで、うん、そのラインにこだわってないんで。ああじゃあこっちスラで、はい、あ貼れはいいよ。でスライン逃がした方が材料の多少の厚みも取れる。あ厚みが取れるもんで、ああそういうことか。こっちで貼るとここのつら高さに合わせなあかんもんで、はい、こっちでやるとこっちのつら高で合わせれるもんで。ああなるほどな、やっぱちょっとあの現場によってやっぱ職人の判断によって違うんだな。そうですね、ああなるほどねなるほどね。なるほどね。あ実際に今これ紙テープしようかな。はい。これすぐ取ったらまずい。大丈夫です。うん。じゃあ今こういう風になるわけだ。でもここだとなんか鳴らしとる感じがあるけど、ここだとやっぱつらが出とるな。テープ分の厚みがまた若干。テープ分の厚みがつくな。これつら長が出とるじゃん。はい。でやっぱ紙テープ分、まあこれもうちょっと乾きが悪かったら、もうちょっと乾いてたらもうちょっとくっついてると思う。ちょっと起きちゃってるもんなんだけど、こうやって今だからここの紙テープで高さ合わせて、はい、うん、ああなるほどこうなるな。でここの高さに合わせて面で持ってっとるもんで、まあこれもどっちがいいかだよな。そうでも今これだったら、まあ、紙テープ貼んでもここで大体合ってくるよな、ボコってなってるで。いや、ガネチがうまい下手とかでやっぱり量がモコモコあってその分横にやっぱ逃げてくるんで、あー多すぎて、あこうやってやるし、あーそういうことな、あこうやってモコモコに打たれる。これダメな例だろ、はい、あ もう打ちすぎちゃって仕上げるのにも結構時間かかっちゃうんですよやっぱ、うん、その分ロスが材料ロスもいっぱい出るしな、まあ、ちょっと多すぎるもんで、まあ、ある程度逃げたけどこうかぶってきてるよね、はい。で今これってロスっていう話が出たけど、まあ、丸か、あのさ、よく一般の人ってあのチューブのさ、こういうやつあるじゃん、ね、一液の、あの一液の、はい、ね、あれだとこれもう出たらもうこれ捨てるしかないもんな。捨てるしかない、ね、だってあれカートリージーだもんね、はい、これはガンがこの中にこれキャップ取って入れれるもんね。これがまた使えるんだよな。また使えますね。また使えるけど、これだってこんだけの量でこんだけロスが出て、まあ出てこんようにやるのもプロなんだろうけど、はい、だけどカートリージーっていうかあの使い捨てタイプみたいなやつは全部もうパーちゃんパーですね。だってほとんどのシーリング専門だって塗装屋さんとかだって結構カートリッジでやってるやつがおるけど、多いですね。まあだけど実際シーリング屋さんがあのカートリッジ使ったこともないよな。まあ多分ないですね、うん、面倒くさいし。で俺ら住宅の改修だと結構お客さんも見てもらうと分かるんですけど、塗装屋さんがやるとカートリッジ使っとるんで、そうなるとじゃあどこまできちっとやれてんのって
だって材料もすごいロス出るし、1本あたりすごい高いしな。そうですね、1本1000円とかするから。実際にこうやってね、売ってみると分かるけど、まあ相当な量使うから、まあ今でもこんだけでも相当使ってるから、ガンほとんど1本使ってるからな。そうですね、うん、こんなにたった4メーターぐらいで、まあこんだけほとんど1本、まあ満タン入ってたかどうか知らんけど、はい、もう全然使っちゃってるからな。そうです、まあ、実際こんな感じです。で、まあこのダンはまあこのね、まあ、見たら好みもあると思うけど、まあ金額は確実にこっち上がるね。手間が増えますね、テープ貼る。うん、そりゃそうですね。はい、だからその辺の時はまあちょっと注意して、まあ仕入れさんだったら分かってると思うんですけど、あの一般の人が もし動画見た時はそういうの気をつけてくれたらなと思います。じゃああとはチャンネル登録でいいね、よろしくお願いします。またねー、熱中症には気をつけてね。湧いたからね。俺が湧いて熱中症になりそうだわ。Yeah.